歌手の荒井真実が11日にツインメッセ静岡北館大展示場で開催された SDGs 推進 TGC 静岡2020 by 東京ガールズコレクションイカ TGC 静岡に出演した。約2年間の充電期間を経て昨年5月に再始動し、田荒井はオープニングアクトに登場。真っ赤なワンピースを着こなし、アニメ、ゾイド、ワイルドゼロ、テレビ東京系、毎週金曜、夕方5時55分から、のエンディングテーマとなっている新曲、ドア、を披露し、歓声を浴びた。TGC 静岡、2年連続開催、東京ガールズ、コレクション、以下、TGC、では、TGC1。放送生プロジェクトを発足し、これまで福岡県、北九州をはじめ広島県、富山県、熊本県でも TGC を開催。そして2019年に初開催された TGC 静岡が2年連続で開催される SDGs を多くの人に知ってもらい、興味を持ってほしいという目的で開催した初年度。2年目を迎えるにあたり、より具体的に SDGs に取り組んでいきたいという思いを込めて、LE、テイクアクションをテーマに、ち、き、カリナ、新川ゆわ、中条あやみら人気モデル、や、e-girls、日向坂46らアーティスト、がステージに登場する。モデルプレス編集部